屋が荷物を入れてる壺じゃ。鈴を探しにお行き。うわぁ、おばあちゃんの声だ。ここってまさかおばあちゃんの壺の中？どういうことだ？掃除しないと蜘蛛の巣だらけでいかんの。子供たちや、ばあやの代わりに掃除してくれんか。気づいたか？さっきの蜘蛛の巣、元素で構成されてた。この壺、おばあちゃん一体何年掃除してないんだ。なあ、この変わった壺に先人の鈴まで持ってるなんて、あのおばあちゃんもしかして仙人？ますます怪しい。あのおばあちゃん絶対仙人だと思うぞ。でも仙人たちって絶雲の間に住んでるんだよな。どうして城内にいるんだ？えい！よいしょ！あ！えい！おい！うわー！へい！よい！へへ！一体何層まであるんだよ。オイラたちもこんな壺を持ってたらな。少なくとも野宿しなくて済むしな。見つかったかい？若者は動きが機敏で助かるね。さて、出るにこれでよし。子供たち、早く出ておいで。若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人、その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。ばあやが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。もう分かったような分からないような。でもおばあちゃん、この鈴持って行っていいのか？変だと思わない？岩王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ港からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って総仙儀式を行ってきた。ならば今回も行うというのが筋じゃ。犯人探しばかりして総仙儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは、きっと旧友の誰かが耐えきれなくなって立ち上がったからじゃろう。だからばあやは鈴を渡す。当然じゃ。返さない？
仮にそうなったらばあやが直接行って返してもらうさ。ずいぶんとご無沙汰しとるし、お茶でもしながら世間話するのもよいじゃろう。さあ、鈴は渡したし、お雪、それとあなたたちにお使いを頼んだ人に伝言を頼みたい。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。うん、伝えておく。ありがとな。